モンコ薬人駅は兵庫県西宮市か大市東町にある阪急電鉄今津線の駅。駅番号は HK-23。東工寺の最寄り駅であり、大祭の日には多くの参拝客で駅が混み合う。ホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。1970年代までは、 ホーム北側に校内踏切が設置されていたが、撤去後各ホーム間は改札内の地下道により、連絡している。友人改札口は一箇所で、宝塚方面行きホームの宝塚よりにある。この宝塚方面行きホームの西宮北口よりには、自動改札機のない臨時改札口も設けられており、連絡地下道を建設中の際は仮改札口として使用されたほか、 主に門戸役人の滞在の時に臨時改札口として使用されることがある。この他、西の宮北口行きホームには定期券、カード専用の無人改札口が設けられているが、早朝、深夜は閉鎖される。ホーム横の道路からこの無人改札口へはスロープが設けられているが、傾斜がきつかったため、2008年に自動販売機コーナーの一部を取り壊してスロープを延長し、 勾配を緩和させた。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、宝塚方面が1号線、西宮北口方面が2号線と表示されている。上下とも、毎時6本が発着する。朝限定で、大阪梅田行の準急が運行される。以下に、発車する運転系統、停車駅、 本数の一覧を示す。2019年の通年平均の乗降人員は2452人で、ある。また、2019年の年間の乗客総数は525万8000人で、ある。したがって1日あたりの平均は14405人となる。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通り。 イオン西宮店駅付近の国道171号の門戸立橋西交差点に阪急門戸バス停が存在するが、1998年12月25日に街頭区間に乗り入れる路線バスが廃止されたため、以降は西宮恵比寿や門戸コ役人東京寺において、毎年1月に大祭が行われる日に限りに、阪急板見発着の臨時バスが停車するが、2016年以降、 運休となっている。当駅から近いバス停は、東側の西宮中央病院前バス停と、西宮市内線の甲子園口系統が停車や、西側の能登町が、停車が最寄りとなる。ありがとうございます。